こんにちはったらこんにちは、いつもです。とですね、今日は先々週買ったダイソーの LED ネオンコードを人感照明にしていきます。少ない部品ですね、非常に簡単にできるのでご覧ください。でですね、例によって資料を用意してありますのでそちらからいきます。よいしょ。はい、ダイソーの LED ネオンコードを簡単に人感照明にするということで、それ。で、使うものはですね、主に2つです。で、こちら側がですね、省電センサーで、3つ組で、598円、1個あたり200円ぐらいですかね。で、これはいわゆる人感センサーになりまして、人の発してる赤外線を検出して、人がいることを検知します。ただしですね、動いてないと検知はできないっていう、昔の肉食恐竜みたいな検知をするセンサーになります。で、この右側がですね、NMOS です。で、大きい NMOS で、なんと、25アンペアも流せるそうです。で、VTH がですね、MAX 2V なので、これを選びました。省電センサーの出力が、3.3V なんですよ。なので、それぐらいでゲートコントロールできるやつということで、これを見つけました。で、これもですね、Amazon で3つセットで680円。1個、まあ、これも200円ちょいぐらいですね。で、これで、LED ネオンコードをオンオフします。で、その、省電センサーをですね、ひっくり返したのが、この方、写真になります。本当にひっくり返した亀みたいなんですけど、4本足があってですね。で、設定する場所が3つ。これが、モード切り替え。で、こっちの2つが、トリマーの、ネジになります。で、よいしょ。で、左側のこの黄色いのがですね、モードジャンパーといって、再検知ありとなしの切り替えをやることになってます。で、その再検知ありなしって何かっていうと、省電センサーが、人間を検知するじゃないですか。で、人間を検知した後に、人がまだそこにいて動き続けてたら、出力信号がハイになりっぱなしになります。で、もう片方のモードはですね、このジャンパー切り替えたらもう片方のモードになるんですけど、再検知ありなので、なしかな、どっちかわかんないんですけど、人が、そこにいても、設定された時間経っちゃうと、一旦はオフになります。で、その後ですね、2秒ぐらい、ちょっとインターバルが空いてから次の検知をして、あ、人がいるってなったらもう一遍ハイを立てると。いう感じで、近くに人がいっぱなしの状態でも、オンとオフを、設定された時間で繰り返すというふうな動きになります。今回はですね、再検知、なし、これなし、ありなのかな。人がいたら、オンしっぱなしっていう動作の方が都合がいいので、こっち側に設定しています。で、よいしょ。で、これがですね、検出距離を、設定するトリマーになります。右に回すとですね、だんだん距離が伸びていきます。正確にどれくらいの距離っていうのはね、ちょっとよくわかんないんですけど、部屋の中にいる、人ですね、普通の部屋にいるような人だったら検出できます。で、次、よいしょ。で、これがですね、保持時間を決めるトリマーです。一番左にですね、ぐっと回すと、回し切ると、まあ数秒、2、3秒で、すぐオフしちゃうんですけど、ぐいっと右の方に回していくとですね、10分ぐらい、の時間動き続けます。結構ですね、この辺の、ちょっと動くと、すごく長さが変わるんで、加減が難しいです。はい。次ですね。これが、IO ピンになりまして、左からグラウンド、出力ピン、で一番右が VDD になります。今回電源は、5V です。はい。で、次。で、次が NMOS ですね。これはまあ、簡単なんですけど、左からゲートドレインソース GDS って覚えます。で、記号的にはこれですね。これはゲートドレインソースになります。で、これが回路図です。先々週ですね、の、回路図から、ここにマイコンがあったんですけど、マイコンの代わりに、省電センサーで、NMOS のゲートをコントロールします。
で、この電圧はですね、先ほど言いましたように 3.3V、人がいると 3.3V になります。よいしょ。でですね、一応、NMOS の電流が足りるかどうか、まあ、25A も流せるやつなんで足りるに決まってるんですけど、確認しておきました。で、測った結果はですね、0.542A、つまりですね、540mA でした。結構流れてるなっていう印象です。まあ、こんだけ明るいですからね、まあ、しょうがないかなっていう気がします。効率は悪くないはずですけど。はい。で、先ほどの回路図の通りにですね、ブレッド上、ボード上に組みましたので、その辺の作業の動画になります。いつものブレッドボードを用意しまして、で、これがですね、買った3つセットの NMOS。で、こっちが省電センサーですね。両方とも3つセットだったかな。はい。で、ブレッドボードにちょっと差しにくいので、コネクタを少し延長してます。こうしないとですね、ぐさっと刺さらないんですね。こんな感じで、ブレッドボード上に固定して、今回は使います。で、次に、NMOS を取り出しまして、いい塩梅の箇所に、見繕って、刺していきます。で、中くらいのこのジャンパーワイヤーを取り出してですね、省電センサーの出力と NMOS のゲートをつなぎます。ただですね、ちょっと長さが1個ずれちゃったので、もう一遍差し直してます。はい、できました。で、NMOS のソースをグラウンドに。いただきます。次にですね、LED ネオンコードの VDD をつなぐ線を用意します。で、NMOS のドレインと LED ネオンコードの仮想度側をつなぐ線をこの白いワイヤーで用意します。で、LED ネオンコード、先週ですね、作ったやつのケーブルを、ここに挿します。で、最後にですね、電源ケーブルを取り付けて、完成。まあ、なんですけど、電源ケーブル、この時に実は間違ってまして、この後、直しました。はい、こんな感じでですね、ブレッドボード上の工作はおしまいです。すごく簡単ですね。今回ハンダ付けもないので楽勝です。で、さて実際に動かしてみましょう。さてさてどうでしょうか。真っ暗な部屋に置いてちょっと近づくと点灯しました。うまいこと動いてるみたいですね。で、しばらくじーっと待って、そうすると取りまで設定した時間で消えます。で、また近づくと点灯します。これやるとですね、だるまさんが転んだを一人でできます。はい。で、ですね、人が来ると自動点灯する LED ネオンコードが出来上がりました。これでですね、結構使い道が広がるんじゃないかなと思います。はい。さて、非常に簡単な部品でですね、外付け部品は2個と、LED ネオンコードで人感式の照明ができました。これ、電圧さえうまいことコントロールできれば、他の、ものにも応用できるかなと思いますので、なんかあったら試してみてください。はい。ただですね、この間、せっかく、LED ネオンコードを、調光しましたので、これとまたマイコンをですね、組み合わせて、またもう少し、洒落たものを作っていこうかなと思っています。はい。ではですね、今日の動画、気に入ってくださった方は、チャンネル登録だとか、高評価ボタンだとか、
やってくれると僕は大変嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。